はい、皆様毎度でございます。店長の高橋でございます。本日のお魚はメヒカリでございます。ハラガマのですね、沖合底引き網漁の禁漁期間が終わりまして、やっと水揚げになりましたという感じでございます。メヒカリはですね、もともと値段がつかないような感じの雑魚として扱われていた魚なんですけれども、この魚ってめちゃめちゃ脂が強いお魚なんですよね。なんで最近の一般的な味の嗜好といいますか、そういったところが現在のところにだんだんとマッチしてきて、今や値段でいうと本当に高級魚と同じぐらいの値段で取引されているお魚でございます。はい、じゃあそいつを今日は唐揚げにしていきますね。で、今これは鱗取ってますね。これはちっちゃなお魚なんですけど、意外と鱗きついので、こうさーっと包丁でこう撫でるような感じで、取ってあげればいいかなと思います。はい、それで頭を落とします。で、今回のメヒカリはちょっとサイズがね、結構大きいので、頭を落とすんですけれども、もう少し小さいサイズ、もう二回りぐらいですかね、もう二回りぐらい小さいサイズだと頭付きで食べても美味しいです。やっぱね、どうしてもちょっとサイズ大きいと内臓まで唐揚げにした時に火が通らないので、そうなってくるとね、ちょっとガブッと噛んだ時に内臓がブニュってなるとちょっとね、気持ちが悪いので、はい、なんでちょっとサイズが大きい場合は頭を取った方がおすすめですよっていうところですね。はい、で頭を落として腹ワタを取ります。これ、ね、頭を割ったところからこう包丁でピッてやるところね、簡単に取れますんでね。で、一緒にこう血合いのところですね、血合いのところに1本包丁を入れて、血合いをかき出すような感じにするとなおいいかなと。はい、こういう感じですね。こういう感じ。ちょっとね、こうヒレとか残っちゃったやつは後からリカバリーすれば OK です。はい、こんな感じでね。で、血合いも取ってと。で、水で洗っていきます。こうさっとね、お腹の中だけさっとこう洗うような感じで大丈夫だと思います。はい、じゃあこれを水気を取っていきます。こうペーパーでね、こう重ね合わせるようにというか、キッチンペーパーでこうさっと拭くぐらいで大丈夫だと思います。あんまりこうね、水がついてると揚げた時にどうしても油跳ねしてしまうので、はい、その辺だけ注意していただければなというふうに思います。で、こいつにさっと下味でお塩を振っていきます。これさっとで大丈夫かなと思いますね。しょっぱいと後からリカバリー効かないんですけれど、薄めに味付けしておくと、食べるときに後から塩を振ればちょうどいい味になるので、この辺はね、さっとで大丈夫だと思います。はい、じゃあ片栗粉をつけていきます。さっとつけます。で、揚げていきますね。だいたい160度から170度ぐらいの温度が適切ですかね。で、あんまり一気に揚げすぎちゃうとベチャッとなっちゃうので、ほどほどの量で揚げてください。今回はフライパンで油少なめに揚げてるので、本当に今この揚げたぐらいの揚げているぐらいの量が限界かなというふうに思いましたね。いい感じに上がったんじゃないでしょうか。うん、じゃあ完成です。それではいただきます。いい感じに上がってますね。うん、めちゃめちゃホクホクっすね、これ。メヒカリのいいところはですね、ホクホクとしっとりふっくらとした柔らかい身質と、あと脂の強さですね。メヒカリってですね、深海に住んでるお魚なんですけれども、
やっぱり深海魚って脂が強いお魚が多いんですよね。有名なところだとノドグロとかキンキとか。なんでですね、大昔はなんかその脂が強いお魚に人気がない時代があったらしくて、まあ、そういう時なんてね、本当に値段がつかなくて、誰も持っていかないみたいな、誰も買ってくれないから、その地元の人たちで分けて、晩ご飯のおかずとかに出てくるみたいな、なんかそういう庶民的なお魚だったらしいですね。今ではね、まあ、結構福島県のいわき市とかが有名なんですけれども、ああいったところでブランディングとかをされてですね、結構いいお値段で取引されてますね。はい、じゃあ今回の動画はこんな感じでおしまいでございます。では、ひょっとすればオンラインショップで販売してるかもしれないので、はい、ちょっと覗いてみていってください。ありがとうございました。またお願いいたします。